長野に住んで、15年目ですかね。それまでは東京で。まあ、もともとね、子供はこっちで育てようと思ったんで、まあ、結婚は向こうでにいる時にして、もうその年の終わりか2000年に子供がね生まれる予定だったので、その前にはこっちに行ってもらおうかなと思って、夏ぐらいかな、引っ越してきたのね。来た時に自然がもちろん山がすごく綺麗だったし、山に囲まれてたし、でもこう囲まれてる割には圧迫感がなくて、すごく素敵なとこだなと思ってた。やっぱり大好きだよね、山とかな、なんだっけ、川とか海とかキャンプも大好きだしね。そうですね、もう超自然地に育ってますので、まあ思惑通りといえば思惑通りなんですけど、やっぱり心豊かに、本当に豊かな心を持って生活してほしいというか、そういう人間になってほしいなと思ってたので、あとね、やっぱりコミュニケーションというか、田舎ならではのこうお互いこう思いやれるみたいな、そういうのがね、都会ではなかなか近所付き合いもできないし、やっぱ自然を見てると、例えば嫌なことがあったりとかしても、まあ次頑張ろうかなっていう気にも なるし、慰められるし、あとやっぱり自然に囲まれてると心が優しくなるかなっていう気はしますね。それだけのこう余裕が持てるかなっていう、そういうところがすごくいいので、あとはもう四季が本当に肌で感じられるところなので、そういうところはやっぱりいいなと思いますね。